の激流、戦いの神は全日本プロレスのマットに変革の試練を与えました。三沢のコンビ解消宣言、小橋エース組の決裂の中で、98年の秋、まさに秋山純に大きなうねりが押し寄せます。小橋との合流決定、新時代予感のシリーズに覚醒とはいえ、この小川義成に2度の不覚、これ以上の負けは秋山純にとって許されません。さあ秋山、98サマーアクションシリーズ2最終戦、日本武道館、小川義成との試練のシングルマッチです。第6試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。ラオコーナー230ポンド小川義成、2度あることは3度ある、小川義成。ラオコーナー250ポンド秋山純、2度あることは3度はない、秋山純です。30分の一本勝負シングルマッチ、まもなくゴング、おっと小川ゴング前に突っかけました。秋山これに応戦、望むところ秋山純、カウンターのエルボーをかわした小川、腕を取って DDT、 小川先制パンチ、ここでベストを脱ぎました。小川ズバリ乗ってます。さあ小川、秋山振った、振り返された、秋山持ち上げてレッグブリーカードロップ、一発目二発目小川、沸きに沸きます日本武道館超満員。赤コーナーに赤い秋山を打ちつけて、逆に振り返された、秋山弓を引いた DDT、 そしてネックブリーカードロップを受けました。序盤戦流れをつかむか小川、しかし秋山そうはさせません、パワーで圧倒。対角線、逆に振り返された、秋山突進かわした、おっと秋山天柱撃突、秋山左の肩口を鉄柱にぶつけました。さあこの序盤戦の攻防がこの後どう響いていくんでしょうか。秋山はここでちょっと距離を取りたい。放送席解説はジャイアント馬場さんです。馬場さんよろしくお願いします。はい、よろしく。さあ注目の秋山と小川の戦い、まず秋山に対してこの小川、いいですね序盤戦の動き。そうですね、まあ、動きはね小川はいいと思います、はい、ですけどもやっぱり何分かしてね、あのシングルマッチですからね、後ろに助けてくれる人はいませんからね、小川も気をつけてやらないとね。はい、このあたりはさすがにジュニアヘビー級とヘビー級の戦い、スピードがあるのは小川、そしてこういったところはキャリアを感じさせます。9月3日でデビュー丸13年を迎えました。一方の秋山は9月17日でデビュー丸6年を迎えることになります。そして何と言いましてもこの日本武道館、注目の秋山と小川のシングル、世間の耳目を集めることになったのはこのシリーズの小川と秋山の絡み、その経緯であります。このシリーズ前、三沢が発展的解消をほのめかす宣言、これによって秋山純も一つ自分のファイトを見直す契機が生まれました。そんな中でタッグ戦とはいえ、秋山がこの世界ジュニアヘビー級ジュニアヘビー選手の小川に2度のフォールを喫したのであります。そんな中でこのシリーズ、三沢がパートナーの可能性としてこの小川を指摘しました、挙げました。そんな中で秋山は小橋に走りました。そういった中でのこの日本武道館、秋山と小川のシングルマッチです。馬場さん、そういった意味ではこの後のジャイアントシリーズ、そして暮れの世界最強タッグのタッグ戦線も睨んでのこの秋山小橋組、あるいは三沢が小川をパートナーに指名するのではないかという意味でも注目なわけですね。そうですね、ですから小川もこうやってね動きをね、続けてどのぐらいまで続けられるかね、はい、これ最強タッグは30分勝負ですからね、30分、まあシングルで30分とは言いませんけども、これで25分ぐらいこの動きを続けていけばね、はい、十分その三沢と組んでも、はい、そして馬場さん、いいと思いますね。今三沢もこのファイトを見つめているようです。これは三沢この
花道の奥の扉から三沢が小川の戦いぶりをこれは見ていると考えてよろしいんですね。まあ、そうそうですね、はい、この戦い感によってはそのパートナーの可能性に挙げられている小川、正式にこの戦いの後三沢のパートナー拝命ということにもなります。小川を踏みつけました秋山純です。三沢が見つめる中、小川はこの秋山に対してどんな戦いを挑んでいくのか。小川振られました、秋山待っている、おっとスリーパーを切り返しました、腕を取っていきました。小川さん、この小川と秋山、もちろん小川はジュニアヘビーの選手ですから体格の差はいかんともしがたいんですが、ただ今まで小川に聞きますとずっとヘビー級のレスラーと戦ってきた、こういったあたりでその戦い方をよく知ってますからね。そうですね、まあ、ジュニアヘビーと言いましてもね、今頃のもうジュニアヘビーとも日本人同士ですと随分、体力的に小さくなってますからね、はい、小川もヘビー級に転向しても僕はいいと思いますよね。そうですか。現在この小川義成は180センチ90キロ、今秋山のバックをグラウンドの状態で取っている小川、90キロ打ってもね、はい、もう94キロぐらいありますよ。なるほど、ね、ですからね、まあ、あと2キロぐらい、体重を増やしたらね、はい、ヘビー級に戻っていった方がいいと思いますね。そうですか。そうしないとやっぱりね、はい、三沢のパートナーということになると、やっぱり、ハンディが追いますからね、皆さん大きいですからね、インサイドワークもたけております小川。あーっと秋山を取った、秋山エルボー2発から小川を振って自分もロープに飛んでジャンピングリーフ。小川の話にここまで終始してまいりましたが、この秋山にとってもこの秋は大きな展開点となっています。小橋エース組がこのシリーズで決裂、そしてその小橋と合流の方針を打ち出しました秋山純。8月の30日は博多大会を最後に三沢とのタッグにけじめをつけました。そしてそこから小橋と行動を共にしております。馬場さん、この秋山と小橋、この2人のコンビというのも大きな可能性を感じさせる2人です。そうですね、可能性は十分ね、今のタッグ界においてはいいチームだと思いますね。そうなると思いますけども。おっとノーザンライトスープデックス。ワンタツー。もちろんこのこれから先、特に世界最強タッグ決定リーグ戦に向けてはこの小橋秋山組一気に注目というコンビ誕生であります。ジャンピングに串刺し式、そして今度はエクスプロイダーの体勢だ。おっと円錐蹴り、脇腹にパンチ、秋山エルボー、ナックルパートでのパンチかわした、ガーン席落とし。18番、小川はこのシリーズ開幕第2戦、そして愛知でタッグ戦とはいえこの秋山からジャックナイフ固め切り返してスリーカウントを奪っています。しかし今日はシングルマッチ、ね、やっぱり、はい、体力の差というものがね、小川は秋山の攻撃をかわすことはできますけども、はい、やっぱりまともに食ってしまうと、ね、体力的に、劣りますから、はい、やっぱダメージは大きいですよね。捕まってしまった時の動き、そこはやはり体格差があります。しかし今度はなだれ式、小川なだれ式のなだれ式のメインバスター、豪快に投げました。そしてカバーします。馬場さん、ああいったコーナーの高さを利用する、こういったの戦いも小川が今までの大きいレスラーと戦う中で身につけた技なんですね。そうでしょうね、あ、DDT、さあ三沢の熱い視線を浴びながら小川が三沢の正パートナーの座に向けて答えを出すか。カウントツイン、馬場さん驚きました。小川が三沢の得意技できましたね。そうですね、これは場内にも
その意味が十二分に伝わっています。はい、今のところ秋山がちょっとドリームを抜かれてそんなはずじゃなかったと思っていると思うんですね。そして岩石落とし、しかもホールドカウント2。いや、これは見事な戦いです。見事な戦い、あっぱれ小川。さあ、そして直も秋山を挑発していく小川。三沢が見つめます。三沢が見つめている。この戦いで小川は答えを出すのか、三沢の正パートナーの座を射止めるか。秋山前進、じりっと前進、そしてエルボーかばした小川。あっと、エルボー、そしてここからです。小川どう秋山をしのぐか。おっと、エクスコイダー投げさせません。そしてエルボー、そしておっと、まだ投げさせない。丸め込んだ、スモールパッケージホールド。さらに足を固めた。カウントはおっと、カウント2、目つぶし、そして顎砕き、さらに足を取った、そしてクロスして変形の逆から、スリーカウントになっているが、おっと、おっと、ここはカウント2。あっと、ストマックバスター。そして、あー、そのままペティグリューに行きました。ダブルアーム式の DDT。 10分経過。そして試合は10分経過。シングルマッチ、秋山、小川、最高潮。あー、馬場さん、小川コールですね、これ。そうですね、この小川への大歓声、三沢の正パートナーの座を観客も後押ししています。しかしエクスプロイダー一発、カバーに入った、返しました、返しました、小川返した。なんといっても小川、秋山、エクスプロイダー2発で仕留めました。2度あることは3度はありませんでした。しかし、おっ、おっ、三沢だ、花道から三沢がリングに上がった。そして小川を気遣う、三沢、小川組誕生。三沢が正式に小川をパートナーとして認めました。浜さん、これは三沢、小川を認めたと見てよろしいでしょうか。いや、認めたも何も、もう、そういうふうに話はしてると思うんですよ。ですから、それは別に認めた、認めたないの問題じゃないと思いますけどもね。今、花道を、小川を気遣いながら三沢が下がっていきます。この日本武道館中巻き起こる小川。